菅総理と会談した小泉環境大臣が取材に応じまして目を潤ませて声を詰まらせる場面もありました。最後まで菅内閣の環境大臣として総理と仕事を果たしたいと思います。菅総理の方から何かお言葉はありましたか？いっぱいありました。一言では言いませんけど本当に感謝の思いしかないですね。